義援の北伐について史実と三国志演義両方から考察してみる。義援と諸葛亮が明確に対立しているというのは主に三国志演義での創作のところがあります。三国志演義では義援が投降した際に諸葛亮が反骨の僧と言って処断することを劉備に勧めるなどして後々の二人の険悪さを予感させるシーンが挿入されていますね。また北伐長安九州作戦で義援との考えの違いなどいろいろときしみを感じさせるようになっています。今回はこの北伐について史実ではどんな感じであったのか詳しく説明したいと思います。三国志演義と正史三国志の違い。正史三国志では義援は勇猛でプライドの高い人物と書かれていて孔明からも重要されています。ただ正史三国志でも義援は北伐で自分の策を採用されなかったことから孔明について臆病だと嘆いていました。一方三国志演義ではどうかというとまず義援自体が扱いにくいような人物として描写されています。このため諸葛亮も義援は災いの種であると思っているけれど人材不足な職では義援を用いざるを得ないという関係ですね。義援の作戦とは？さて三国志演義では諸葛亮との関係が悪化した理由として諸葛亮が義援の策を却下したというものがあります。これに関しては正史三国志でも義援が策が用いられず嘆いていたとありますがその作戦については義援伝に書かれています。1万の兵で義援が本隊とは別の道を進軍する、道間で落ち合おう。実は義援の策についての記載はこれのみです。要するに史実の義援の策に関しては諸葛亮が却下したことは分かっても具体的な作戦は実は分かっていないのです。三国志演義ではどうなっているか。そしてこれが三国志演義ではどうなっているかというと義援が5000の兵を率いて10日で長安に到達すればここを任されている花工房は逃走するから大丈夫、義の軍勢がつくまでは20日かかるのでその間に諸葛亮も合流すればよい、食料は現地で調達すればよし、主にこういう風になっています。義援伝よりも詳しく書かれていますね。そしてこれは決して三国志演義での創作ではありません。義援の作戦は義略より抽出された。この義援の策については義略に注釈されているものです。おそらく三国志演義での義援の策についてはこの義略での注釈から生まれたものではないかと思います。ただこの義略は義の史書とも言うべき重要な書類ですが義以外の情報記載は信憑性が薄いと言われているものです。確かに蜀の作戦が義の書物に残されているというのも不思議な話でしょうね。とはいえこの作戦は諸葛亮に却下されたのは義援伝から読み取ることができます。義援の作戦の欠点とは？義援の作戦を諸葛亮が却下した理由としては義援の作戦では食料の調達つまり現地で略奪をしなければいけないのがアウトだったのではないかと思います。長安での略奪が悪手なのはまず義の統治が良く民衆からの反感が強くなってしまいます。しかも長安という場所で略奪を行うと昔の暴君董卓とイメージがかぶってしまいますね。これでは蜀という国のポイントでもある漢王朝の正統後継者であるというイメージを掲げ続けられません。この点から政治家である諸葛亮は義援の作戦を却下したのでしょう。人知れず言われてしまう花工房。ちなみに義援の作戦では攻め込めば敵は逃げると言われていますがここを任されていたのは花工頓の息子である花工房。ここで彼は他国である義援にまで臆病で無能と逃げる理由を述べられています。確かに花工房は一般的に金勘定にしか能がない、身内で揉め事を起こすなど名家の出なのにろくでもない人物ではありますが義援にまでここまで言われるとちょっと同情しかかってしまいますね。最後に北伐の対処について、最後にちょっと義のこの北伐の対処について二
触れておきましょう。木では毛達がこの北伐に合わせて蜂起、芝居に鎮圧されるも他国からの侵略を警戒して大急ぎで長安に宗信らが向かわせられ、ことここに至ってもほぼ何も準備ができていなかった花工房は小書令に栄転させて、その後は宗信と長江が職軍に対処しました。花工房への対処が甘すぎるような気がしますが、この当時皇帝が変わったばかり、皇帝の神類を処断すると動揺が広がる、そもそも追い詰められた花工房に裏切られたら面倒などが考えられるので、円満に左遷したと言えるでしょう。当時の皇帝宗英はまだ20歳未満であることを考えると、周囲の助けがあったとしても優秀なことが伝わってくる瞬間ですね。三国志ライター千の独り言。個人的には勝てる見込みがある義援の作戦は取り入れてもよかったのではと思います。しかし政治家として諸葛亮は先を見ていた。義に勝っても国についてくる民衆がいなくなってしまってはと思ったのでしょう。ここは義援のような軍人と諸葛亮のような政治家の考えの違いが見て取れます。三国志演義では義援と諸葛亮の対立の一幕の強調に見えますが、生死を共に追っていくと現代でもあり得る構図に見える北伐。三国志演義においてはすでに終盤ですが、見直してみるといろいろな面が見えてきて面白いので、皆さんもこの三国志終盤を見返してみてくださいね。